パウラ・ウルティス・アルバレスは、スペイン・サラゴサ出身の映画監督、脚本家、映画プロデューサー。2011年には、長編第一作、デツ・ベンタナ・エー・ラミアで、五夜賞新人監督賞にノミネートされ、バリアドリット国際映画祭で、新人監督賞を受賞した。2014年の長編、第二作、ラノビアは、五夜賞作品賞や、監督賞など12部門にノミネートされ、 フェロス賞ではドラマ作品賞や監督賞など6部門を受賞した。ティッシュスクール・オブ・ジ・アーツ1979年にサラゴサで生まれた。2002年にサラゴサ大学でスペイン語文献学の学士号を取得し、2003年にバルセロナ自治大学で映画、テレビ脚本の修士号を取得した。2004年から2008年にはサラゴサ大学芸術学部で 研究員や映画、映像メディア研究の講師を務めた。この時期には、アグスティン・サンチェス・ビダルによる指導の下で、博士論文、映画脚本、その理論と実用的基礎の更新を執筆し、2011年1月31日に博士号を取得した。ニューヨーク大学芸術学部の映画、テレビ学科で映画制作を学び、カリフォルニア大学ロサンゼルス校で、 脚本制作を学んだ。ナレーターのためのワークショップの会員であり、ロサンゼルスのストーリーエキスポやスペインとアメリカの脚本家向けフォーラムにも参加している。2001年以降にはいくつかの短編映画を制作した。2010年夏にはアマポーラフィルムズ、オリアフィルムズ、セントローパスペインの制作によって、長編第一作、デツベンタナ、エーラミアの脚本と監督を手掛けた。 マリベル・ベルドゥ、レティシア・ドレーラ、アレックス・アングロなどが出演している。上海国際映画祭で世界プレミア上映され、サウンドトラック賞を受賞、審査員による特別言及を得た。スペイン国内外で数多くの映画賞を受賞し、工業的にも成功を収めた。第56回バヤドリッド国際映画祭では新人監督賞を受賞した。 2012年の五夜賞では新人監督賞、助演女優賞、作曲賞の3部門にノミネートされたが、いずれの受賞も逃している。ベルギーのモンス国際映画祭では国際女性批評賞を受賞した。スペインではハイフィルムズによって配給され、国際市場ではバーテックス号によって配給された。2012年3月に一般公開され、批評面も 工業成績も上々だった。1933年に初演された、フェデリコ・ガルシア・ロルカの悲劇、地の婚礼を原作として、2014年には、長編、第2作、ラノビアを監督した。スペイン・トルコ・ドイツの共同制作作品であり、スペインとトルコで撮影を行った。インマ・クエスタ、アレクス、ガルシーや、アシエル・エチェアンディア、ルイサ・ガバサ、 レティシア・ドレーラなどが出演している。2015年のサンセバスティアン国際映画祭では、コンペティション部門ではなく、サバルテギ部門で上映された。2016年1月29日に受賞式が開催された第3回、フェロス賞では、ドラマ作品賞、監督賞、主演女優賞、助演女優賞、音楽賞、横加編賞と、6部門で受賞した。第30回、 ゴヤ賞では作品賞や監督賞を含む最多の12部門にノミネートされたが受賞は助演女優賞と撮影賞の2部門に終わった。バルセロナ大学バルセロナ大学で映画史を教えており、サラゴサのサンホルヘ大学で脚本執筆と映画分析を教えている。マドリード映画学校、カタルーニャ映画学校、セウサン、パブロ大学、マドリード自治大学、 ナバーラ大学、バリアドリッド大学、アメリカ合衆国バージニア州のジェームズ・マディソン大学などでワークショップ、講演会、セミナーなどを行ったことがある。いくつかの雑誌に物語や脚本執筆に関する記事を書いたり、それらの題材の書籍を刊行している。ミサル・ムルティメディアのフーブス子供百科事典の刊行に貢献した。アラゴン州政府、ウーマンズ・シークレット、 ピコリン、エブロサなどの広告 CM を制作したことがある。スペイン女性映画制作者組合の運営委員会のメンバーであり、ヨーロッパ女性視聴覚ネットワークの共同創設者兼副会長である。2010年には、キケモーラ、ラウール・ガルシア、ヘスース・ボスケットと共同で、ポピーフィルムズという映画制作会社を設立した。ありがとうございます。